どうも、坂本です。筋トレは正しくやれば体にとってプラスに働くんですが、間違ったやり方をすると体にとって平気でマイナスに働いてしまいます。とにかく筋トレをやればいいんだろっていう考え方が間違っているっていうことを知ってほしいんですね。筋トレしてんねんから体はどんどん健康方向に向かってるはずとかって考えてしまう人って多いかもしれませんが、若い人でも筋トレして体痛めて慢性化してそのせいでやりたいこと諦める人っていっぱいいるんですよ。だからできるだけ正しくやらないといけないんですよ。その上で特にやってしまいがちなことなんですけれども、一つ目なんですけれども、同じ場所ばっかり鍛えてしまう人です。筋肉ってあくまでバランスが大切なんですね。筋肉っていうのは常にこの前後ろ前後が引っ張り合いをしてバランスっていうのを取っているんですね。前の筋肉ばっか鍛えてこう強くなると前に縮む力が強くなるので体は前かがみになっていくとかですね。さらに筋肉には胸動筋っていう筋肉もあって、例えばこう腕を上げるってなった時にですね、腕のここら辺に力だけを入れてるって思うかもしれないですけど、まずその前にこっちの肩周りの筋肉が最初動いてから次腕の筋肉が動いてさらに腕を上げるわけなんですね。例えば高齢になってくるとよくある悩みとしては、一生自分の足で歩きたいがやっぱ大きなウエイトを占めるんですけれども、じゃあこのためにスクワットだけして太ももの前側の筋肉だけを鍛えるとかやっちゃうと、他の周りの筋肉とのバランスっていうのがすごく悪くなるんですね。例えばスポーツとかもそうじゃないですか。チームでやるスポーツだとして、仮に一人だけむちゃくちゃ優秀な選手がいたとしても、他の選手がそれについてこれなかったら逆にパフォーマンスって落ちてしまいますよね。もちろん最初は特に弱っているところを重点的に鍛えるっていうのは構わないんですが、ある程度鍛えてきたらずっとそこばかり鍛え続けるのではなくて、次の段階、その周りの筋肉を鍛えるってことも少し意識してください。じゃないと他の部分は弱いまま一点だけが強くなっていくっていうアンバランスな状態がますます強くなっていきます。さらにさっきのスポーツの話ですけれども、一人だけ尖って優秀な人って組織の中にいたら酷使されやすいですよね。つまりおのずと仕事量が増えちゃうから壊れやすいんですよね。筋肉も鍛えて一点力が入れやすい場所があったりすると、日常生活でもそこばかり使って生活しようとするようになっていくんですね。これは人間の習性なんですが、鍛えて普段から意識しているとこっていうのはそれ以外の無意識下でも使おうとするようになっていくんですよ。そしてもう一つ、自己流筋トレっていうのは自分の力の入れやすい場所ややりたい筋トレを選択してしまいがちだということなんですね。やりにくい筋トレや嫌なトレーニングよりも力を入れやすくて自分がやってて心地いいトレーニングばっかりやってしまうようになります。普段筋トレしている場所ばかりを日常でも使うようになっていき、それと比例するように他の周りの筋肉っていうのを使わなくなっていきます。これは確かに一点の筋肉だけは鍛えているんですが、そのせいで実は周りの筋肉を一切使わない、弱らせていっていることにもつながっていくんですね。健康でいるために大切なのはあくまでもバランスです。で、次2つ目、違和感感じてもやめないですね。これも多いんですね。一度始めたら途中でやめられないって考える人、違和感感じたらすぐに中止するようにしてください。少し違和感感じるけどいけるやろうじゃないんですよ。違和感感じた時点でもういけてないんですね。特にこれで多いのが、その時じゃなくて時間差で後で痛くなることなんですね。そもそも違和感感じてる時点で筋肉に対する負担のかけ方が間違っているか、オーバーワークになっているんですよ。筋肉が休ませてほしいからあなたに違和感として伝えているわけなんですね。それを無視してやり続けると近いうちに体というのは故障していきます。筋肉の状態を一度回復させてからまた始めればいいんです。その時違和感ぐらい大したことないと思って無理して動かし続ける方が、その先よっぽど筋肉にとっても悪影響です。で、この違和感感じてじゃあちょっと休んでますよっていう人っていうのも、意外と見てみると休息の期間が短いことが多いんですね。少し回復して痛みが和らいできた、つまり体がこう回復状態に向かい始めた頃、この段階ですぐまた筋トレを開始する人が結構多いんですよ。ってなるとまたすぐ調子落ちて違和感感じるようになる。そしてまずいのが、それを繰り返しているうちに違和感感じることに慣れてしまうんですね。なんか私にとって痛いのって日常やからとかっていう人とかいるんですけど、そう思ってその違和感とかが当たり前ってなってしまうと、体がサイン出してるのにもう無視するようになるんですね。ずっとまあこれいつものことやからとかと思って筋トレをするわけですよ。そんな風にのんきに構えてると、ある日突然激痛とかになってですね、でそのまま治らないなんてことにもなっていくので、休む時はしっかり多めに休みましょう。長期間休んだとしても、ちゃんとまた元に戻りたいっていう気持ちがあるんであれば、その一流スポーツ選手レベルじゃなくて日常生活レベルであれば、後からいくらでも取り返せます。むしろ激痛になって動けなくなった方がその先取り返せなくなるっていうことをね、しっかり覚えておいてください。で、次3つ目、毎日トレーニングするですね。つまりやればやるほど効果があるんやろっていうようなタイプですね。こういった勘違いしてる人ってまだ多いんですよ。毎日やるとなんでダメなのかっていうと、毎日やることで筋肉が痩
休まる時間っていうのが一切なくなってしまうからなんですね。仕事毎日ひたすら休みなくやり続けた方が効率よく仕事の能力と上がっていくかっていうとそうじゃなくて、適度に休みって大切じゃないですか。筋肉っていうのは鍛えた瞬間から強くなっているわけではなくて、鍛えることによってそこの筋肉に普段かからないような負荷をかけることによって筋肉が傷ついて、それが回復することによって前より強くなるんですよ。で、筋肉は鍛えた場所やトレーニングの負荷とかにもよりますけれども、トレーニング後回復に48時間から72時間、つまり 2,3 日ですね、かかると言われています。つまり24時間程度では回復しないんですよ。負荷をかけて前のダメージが抜けきっていないところにさらにまた負荷をかけて鍛えるなどするとダメージだけが蓄積されていくんですね。さらに筋肉をしっかり回復させる前にバンバン筋トレを入れてしまう人っていうのは、しっかり休息をとって回復させてから筋トレをやる人に比べて筋肉がつく量っていうのも少なくなってしまうんですね。つまり故障するリスクが上がって、さらに筋肉つく量も減るっていう一番最悪の行為なんですよ。これだとただリスクだけが上がっていってしまうので、やったらやっただけいいとかそんなんないですから、そもそもその休むのも筋トレのうちだっていうことをしっかり理解してください。で、次4つ目ですけれども、4つ目はストレッチをしないですね。これも多いんですよ。筋トレしたのはいいけど、その後のケアを一切しないっていう人ですね。何回も言いますけど、筋トレっていうのは体に負荷をかけて鍛えていく、つまりあえて体をいじめる行為なんですね。強くなっていく過程に一時的に弱くなってしまう時があるということなんですよ。で、その弱くなってしまう時っていうのは筋トレ直後なんですね。なのでそこのケアっていうのはすごく大切になってくるんですよ。先ほど休息が大切って言いましたけれども、それと合わせて筋トレ後のこのストレッチ、これが大切になってきます。筋トレっていうのは筋肉をこうやって縮めて負荷をかけていく行為ですから、それが終わったら反対方向にこう伸ばすストレッチですね。これをしっかりやってほしいんですよ。縮まった筋肉を伸ばすことによって血流っていうのが良くなっていきます。血液っていうのは全身の細胞の栄養を運ぶ役割があるわけですから、筋トレでこの傷ついた細胞ですね、ここの細胞っていうのをストレッチをすることによって修復を早めることができるんですね。さらに筋トレしっぱなしでこのままの状態で終わって体が冷えていくと、筋肉っていうのは硬いままこのままでキープされやすいんですね。ってなると筋肉の柔軟性っていうのがなくなっていってしまいます。この2つの点からもストレッチをちゃんとする人っていうのは故障のリスクが下がるので、結果的に長く筋トレを継続することができて健康を維持できるということなんですよ。なのでできるだけ筋トレとストレッチはセットで考えるようにしてください。で、次5つ目なんですけれども、自分の力量を超えているです。今のあなたの体の状態から比べて、そのトレーニングが負荷が強すぎる状態になっている人、あんまり大したことやってるつもりはないんですけどって自分では思ってたとしても、まずその時の状況とか人によって負荷の強さなんて変わります。周りと比べて自分のやってることのレベルが高いとか低いとか関係ないんですよ。周りのためにトレーニングしてるわけじゃないですからね。さらにこんなことができないとかって嘆く必要もなくて、できないからこそもう一度できるようになるために、緩い負荷のトレーニングから始めていけばいいだけの話なんです。これはなんですけど、ジムとかね、合同のスタジオとかでトレーニングしてる人に結構多いんですけれども、周りできてんのに自分だけできないのが恥ずかしいとかね、そのせいで無理してしまうとか、それで痛めて結局ダメになる人っていうのをたくさん見てきたんですよ。あとは3年前とか普通にできてたんやけどねとかね、3年前は確かにできていたんでしょうけれども、今3年後だっていうことをね、しっかり認識してほしいんですよ。3年って体に変化が起こるに十分な期間なんですよ。3年何もしなくて久しぶりにやったとしたら、前できてたことができなかったんですよとか、年齢って上がっていくにつれて、人ってこれもうどうしようもないんですけど、誰だって老化していくんですよ。ある程度年齢いったところで3年経って、3年前はできてたことが何にもしなくて3年後できなくなってる。これ当たり前なんですよ。こんな3年を比べて、その時と違うとかって言っても、そりゃ違いますよって話なんですよ。この3年ぐらい経ってもほぼ変わらない人っていうのは、ちゃんと正しく努力をしている人だけです。努力している人じゃなくて、正しく努力している人ですよ。で、久しぶりにパッてやってみたら、前にできてたことができないから慌ててむちゃくちゃやろうとする。自分の今の力量に合ってないことをやろうとするんですよ。だって3年前はできてたから、今もできるはずと思って同じことをやっちゃうんですね。だから、もっと負荷を落としてやらなければいけないということなんですよ。で、これ言うと、年やからもうしゃあないんですね。諦めないといけないんですね。とかって、突然の諦めが入るんですが、そうじゃないんですよ。そんな両極端な考え方じゃなくて、時間経ってんねんから落ちるのは当たり前なんですよ。だから今はさらに軽いところから始めて、少しずつイメージしてる状態に時間をかけて近づけていくのが筋トレなんですよ。早く前の状態に戻したいのもわかります。前にできたことができなくなって焦ってしまうっていうのもわかります。でもそれのせいで体に無茶な負担をかけて故障してしまって、それで何もできなくなってしまったら、それが一番最悪じゃないですか。なのでそうならない
ためにも今一度自分の現状をしっかり理解して認めるっていうことを、比べるのは周りじゃなくて自分と同じぐらいの年齢の人が軽々できているからその運動は負荷が弱いとかじゃなくて、今の自分の体の状態から見て負荷が強いのか弱いのかで判断するようにしてください。これは本当に多いので、特にジムとかで周りと一緒に筋トレしてる人とか見え張りたいっていう意識が働いたりするので、本当筋トレに見えとかいらないですからね、ここしっかり意識してくださいね。はい、今回話した5つのことっていうのは非常に多くの人がやってしまうことです。なので今回お伝えしたことをしっかり頭の中に叩き込んで、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。